つまりね、その大陸がね、ユーラシア大陸とかアメリカ大陸とかなどのね、地球上の大陸みんなその、プレートの上に乗ってるでしょ。そしてマントルが動かしてるプレートの上。で、海底プレートの上。海底プレートやマントルはうちの受精卵由来の、そして今表面の細胞分裂が起きてるってことね。で、その上に張り付いてるか乗っかってるだけの大陸陸海って何じゃろ、こうやって皆さん言ってたでしょ。なんでこんな構造なんだろうって。なんか、プレートの上で、マントルが動かすプレートの上で、大陸が、なんか島というか、フロートというか、そう、フロートみたいに乗っかってるだけじゃないかって。どういう意味なんだろう、この構造はって。科学者がおっしゃってた。そう、だから、大陸はもともと、うちという受精卵に対して外側から犬の精子や、カラスの精子など他の生き物の精子がかかったためにその腫瘍になったんですね。動的生き物の腫れ物になったんですね。で、それをなんとかその排除しようとしてそのマントルが動いて大陸プレートを海底プレートを動かしてで大陸陸海をポンと弾こうとしてるわけね。かさぶたになってるということ受精卵がね。で、だからそのまた水がね、覆うこともあるの。そうやってその、乾燥させたり、水につけたりして、海水にね、つけたりして、つまり、火と水の洗礼ですね。そうやって、大陸陸海をその、粉々にしようとしてるわけですよ。出来物、腫れ物をね。で、もう粉にしてバーンと排除しようとしてるの、一応の外に、しかも、体をね、外に。今、用水に溶けていって、ほんで、排除です。して欲しがってるわけ。そりゃそうやね。皆さんの受精卵はじゃあどうですかって、ね、その他の生き物の精子によってそのおできできてますかと思う。ただその今のねうちの地球っていうその受精卵がさらにその細胞分裂を繰り返してでまあおちんちんがない状態のうちっていう人物に生まれるわけです外の世界に。でその時にまたその腫瘍ぐらいの部分の要するに大陸由来の部分が残ってたらね。で、朝ができるでしょうね。大体だから、うちが今回の人生飛び降り自殺して、で、腰椎、第一腰椎骨折して、朝ができてます。で、あと、この右腕のこと、反転してみるでしょうけど、右腕の、頭尺骨、骨折したってなって、この、ヒューターと残ってるでしょ。ね。こんな感じになる。ちょうどこの場所がこんなもんだからできてんねん。だからこれアメリカ、南北アメリカ大陸。で、第一腰椎の、骨折跡の技がユーラシア大陸なんです。他にもいくつか技があります。それがもう、大陸の、前の旗やねん。最後そうなります。で、まあ、とりあえず、西暦2900年から、西暦で言うと7万5000年ぐらいまで、海の底に、大陸へ行ったら浮かる。そうやって、いじめてるわけ。そうやって、主要やから、他の生き物の、ね、精子が原因で出来られた、出来物、あれも、おできやから、いじめるわけ。当然でしょ。そういうのその、免疫さえ、起きてるわけね。でね、まあ、羊水に浮かるわけ。犬の精子由来のユーラシア大陸や、カラスの精子由来のアメリカ大陸など、外来物である大陸が、羊水に浮かるっていうことね。で、また、ぐちゅって、腫れ物として頑張ろうとするでしょ。生きとるからね、腫れ物がいい。で、それ、まあ、うちから養分取って生きとんで、生きてくってね。で、その腫れ物が、また、地上に姿を現すのは、まあ、大体、要するに7万年ぐらいの生き。その間にも、表面は、サンゴだらけになってるね。要するに、サンゴ礁だらけっていうこと。ね。海の生き物がビシビシ張り付くね。その状態で自分にまた姿を現す。つまり表面アルカリ性になる。まあ、強アルカリというか、強アルカリというかな。なんかアルカリ性の土。まあ、最初はだから不毛の、アルカリ性すぎて不毛の土。でしょ？だからまた、海からの、地球対流のね、息を浴びて、まただんだん酸性の度合いがちょっとずつ増えていくわけです。
で、またその状態の時にまた皆さん、宇宙から戻ってくるでしょうけどね。新しい宇宙があると。まあ、前、かつて見方、ユーラシア大陸です。あるいはアメリカ大陸だったんですよ。それがもっと、バリバリに割れて、割れた状態で、引き裂かれた状態で出てくる。もう島々、大きな島々のものになってるんですよ、水泳とかね。つまり前の大陸の形なんかも維持できてない。当然やね、外来やから、パリンクに割られてる。で、だそこにまた住むことを焦って、そのバクテリアなりウイルスなりを先に送り込んだりしたら、また私たち次に犯すのはね、生死かけてるのと一緒やんかさ、ね。そういった倫理性の皆さんがいたら、皆さん方の受精卵はいろんな生き物の生死がかかった状態で生まれてくるわけ。だから、本当に皆様方は獣人。味のどころかね、獣人になるね。獣人っていうのは、まあ、獣ってくぐってるけど、他の生き物の特徴をありありと思った、カラスの頭をした人間とか、あるいはスフィンクス、ね、ユーラシア大陸由来だったらスフィンクス。だから、皆さんはスフィンクスか、カラスの頭を持った人間、まあ、竜人って言って呼んでくるけど、カラステング、ね、カラステングか、どっちかになるわけ。まもなくそうなっていくわけ。で、また地球に戻ってきた時にスフィンクスとあとカラスタイムになっていくわけです。それは皆様がとも待ってる。それは一生懸命そう、ね、外来物である大陸に住もうとするからそうなの。実は。で、また地球上でなんか工業活動したいと思うのは原料の、ね、大陸からしか取ったらあかん。日本列島ね。大陸由来じゃないか。つまり、大陸陸海じゃない。じゃあ、海底プレートの上に直接あんねん。海底プレートからの、まあ、そこ奥から出てきた吹きでもない。日本列島は原料に使ったらあかんねん。工業原料に使ったらあかんねん。ドローンをやったらあかんねん。またあんたが罪を犯して。原料に使ったら大陸、ユーラシア大陸はアメリカ大陸からしか取ったらあかんねん。だって外来物やから。取ったらいいねん。その宇宙由来じゃない部分を原料にしてるやん。邪魔者やん。攻撃するやん。原料にしてね。だから日本列島、今の原料がないねん。すごい簡単に。原料ちゃうん、まあ、日本列島から原料を求めたら、皆さんまだ罪を犯すわけね。もう取り返しなんですかね。大犯罪自我、犯罪遺伝子になってしまう皆さん。だからそれ気をつけなきゃね。そんな、そういう人間全然。一切育ってないでしょ。ちゃんと説明したからね。それでパニックになったら見た皆様と取り返しのつかなくてもいいのか。凶悪犯罪になってしまう皆様と。でもスフィンクス、ヤラさんのカラステンクスすまない。もっと凶悪な偽善の塊の生き物。例えば天使みたいな、拡張天使みたいな、偽善の塊の生き物にどん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 化けていって人を騙そうとして。そういう生き物なんですね、その女性ね。あ、わけないかな。まあ、そんなわけで、なわけないと思ったら、まあ、ご自身の子供たちがどんな形で生まれてくるか楽しみにしてたらいいじゃん。ね。うちみたいに、犬がガラスの精子を女性らにぶちまけられた状態で生まれてくると思うから。ね。でしょ？そりゃそうでしょ。その因果応報、因果応報ってこういう物理則だと分かるでしょ、ね、まさにそこに住んでるんだから。ただ日本列島に住んでる人はうち由来の物質の上に住んでるわけだから、そういうスフィンクスやカラスネコの形では生まれてこないやろうけど、大陸に住んでる人はユーラシア大陸に住んでる人はもう次の世代かどの世代かわからないけど、どん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 人間の女性からスフィンクスが生まれるようになるし、んで、アメリカ大陸の方では人間の女性からカラステングが生まれるようになるやんか。まじめなりやんか。角を曲がってるし。ね、すっかり素粒子が通り消えちゃったし。素粒子と自分とこなとこ行ったところな。せやな。めっちゃ素直な人たちから素粒子。ほんまに。そういうふうになるわけ。そういうふうに見ちゃう。ね、じゃあ、そんな、物の通り言わんといてって、
言ったらなさがまた次の取り方なんですかね。意味というか嘘つきの。で、2000の歴史書いてきた。自分の裁かれ明らかに罰される。ひどい罰を受ける。